今朝5時ごろの札幌大通公園です。吹雪いて見通しが悪くなっています。札幌市中心部は一夜にして歩道もびっちりと雪で覆われました。道路は足首あたりまで雪が降り積もるなど、午前7時までの積雪が19センチに達し、今シーズン最大を観測しています。こちらは昨日午前8時半ごろ、札幌市北区篠路付近で撮影されました。激しい吹雪でホワイトアウト状態に。視界が悪く対向する車も見えづらくなっています。昨日の道内は今シーズン一番の強い寒気が流れ込んだ影響で、日本海側を中心に雪が降り続きました。一方、昨日午前9時ごろ、石狩湾新港でも横殴りの雪で辺り一面真っ白に。石狩では雪に加え、昨日午後3時までに18メートルの最大瞬間風速を観測しました。歩道はすっかりと雪に包まれていて、道路脇はすでに人の背丈を超えています。幌加内町の朱鞠内では昨日午後5時までに道内で今シーズン初めてとなる101センチの積雪を観測。去年と比べ9日早く100センチに到達しました。多いよ。これで今朝から3回目だ。いっぺん来られたの。雪ね。道内では今日にかけても冬型の気圧配置で、日本海側では引き続き大雪や吹雪に注意が必要です。